ガジェットウェアをご覧の皆様、こんにちは。バンダイの宮崎貴弘です。今日はおもちゃショーで紹介のこちら、Eジャケットのご紹介をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。こちらのEジャケットですね、皆様のお持ちのこういった、IC カード、駅の改札を通るときやお買い物のレジのコンビニの決済などで、使われていることと思います。このEジャケットはこのカード専用のホルダーです。こういった形で、Eジャケットにカードをセットして、そして、今改札にタッチしてみたいと思います。こういった形でピッと、かざしますと、はい、あの仮面ライダー新1号のベルトのですね、変身アクションが光と音で再現されるんです。Eジャケットシリーズは今後もいろいろなキャラで展開、このような形で駅の改札ですとか、コンビニ、それから自動販売機でも使えます。Eジャケット7月下旬発売予定です。どうぞよろしくお願いします。